こんにちは、こんばんは。黒猫のウコンです。キネコのサコンだぜ。ウプ主のサキクマです。さて今回は、クリスチャン2世愛称ギューベケと、オーヒーザベルです。まさかのクリスチャン2世再びだと、なんでまたこの人らやるんだよ。いや、たまたまこの絵画見つけたんよ。うん。めっちゃ雰囲気ええやん。うん。だからや、それだけかよ。王妃であるイザベルについても、詳しく触れていきたいと思います。多くの人を殺戮した残虐な国王、クリスチャン2世。その彼が心を捧げ、一途に愛し続けた一人の女性。野心的な愛称の家族に翻弄される宮廷と、王妃の悲劇。すべての歯車が狂い、壊れてゆく悲しい結末。ギューベケとイザベル、二人の女性のお話です。ギューベケ・シグルズダターは、1490年頃、オランダ・アムステルダムで生まれました。父はジュフ・オッピケス・ドクテル。母はシグブリッド。ギューベケの父はオランダの商人でしたが、彼女が幼い頃に亡くなってしまいます。母はギューベケと兄たちを連れて、ノルウェーのベルゲンに移り住んできました。母はベルゲンで酒を販売する屋台を営み、ギューベケも母を手伝っていました。やがてギューベケは、豊満な美しい女性へと成長します。1507年に、ギューベケとクリスチャン2世は出会うのですが、二人の出会いには、こんな説があります。王室の秘書官エリック・バルケンドルフが、ベルゲンの通りでギューベケを見かけ、そのあまりの美しさに驚愕しました。バルケンドルフは、彼女をクリスチャンの愛称にあてがえば、多少は彼の凶暴性が落ち着くかもしれないと考えます。1481年に、デンマーク王ハンスの王太子として生まれたクリスチャンは、10代の頃から宮廷を抜け出しては町のごろつき連中とつるみ、悪用を繰り返していました。街中で市民に因縁をつけては暴力を振るい、何人もの貴族令嬢に乱暴し、さらに1502年には、暴動を起こしたノルウェー国民を虐殺。クリスチャンは彼らの首を跳ね、八つ裂きにし、辺り落ちの海に変えていました。悪党ぶりがもう人間超越してるんですけど。バルケンドルフは、クリスチャンに美しい少女がいると話をしたところ、クリスチャンはギューベケに興味を持ちます。そしてベルゲンの視聴者を貸し切り、舞踏会を催しました。舞踏会には町の人々も招待し、ギューベケと母もやってきたのです。そこで二人は出会いました。クリスチャンはギューベケをダンスに誘い、一緒に踊りました。待てこらー、なんだよ、許さん、こんなおとぎ話の王子様コスプレは許さんぞ。いや彼だって若い時くらい着飾るし、舞踏会にも出るだろうが。あと、顔は結構整ったイケメンだったらしいぞ。認めーん。だが、彼はちゃっかりギューベケの母と交渉して、その日の夜にビーベケとベッドを共にしたそうだよ。やっぱり滞りなくクソだったわ、安心した。え、なんでそこで安心する？つか母も簡単に娘を売るんかい。父親が亡くなって貧困に陥った頃に、娘が一国の王子を捕まえてくれたんだ。母親もこのチャンスを逃さないだろうな。すっかりギューベケに恋してしまったクリスチャンは、ギューベケとの関係を一度きりの遊びにはせず、彼女を、正式な愛称としたのです。クリスチャンはギューベケと母に、自身の城の近くの家をプレゼントします。クリスチャンが愛称を持ったことは宮廷にも知れ渡りました。宮廷人たちはギューベケの母シグブリッドのことを、自分の娘を娼婦のように王に売春させたと蔑み、シグブリッドは売春宿の主人にしか過ぎず、ギューベケはそこで働く女の一人に過ぎない。すぐに飽きられるだろうと思っていたのです。しかしそんな周りの考えとは違い、クリスチャンのギューベケへの愛情は日に日に増していきます。そして二人の関係は、10年もの長きにわたり続いて行きました。ギューベケにとって、クリスチャンが王子だということは重要ではなかったと言います。自分と家族の生活を助けてくれる、裕福で身なりのいい青年、それだけで十分でした。彼女の方は恋愛感情ではなく、家族を楽させてやりたかっただけなのです。ですが、恐ろしい暴君と聞いていた彼が、自分だけに深い愛情を向けるその姿に、彼女も次第にほだされて行きました。1513年2月20日、クリスチャンの父、デンマーク・ノルウェー・スウェーデン国王ハンスが崩御。クリスチャンが、クリスチャン2世として即位します。そしてギューベケは、王宮の中に彼女のために特別に作らせた豪奢な一室を与えられ、母と共に移り住みました。ギューベケに夢中になっていたクリスチャン2世は、すっかりギューベケの家族に取り込まれてしまいます。
彼女の母シグブリッドは娘の寵愛を利用し、自身の親戚や兄弟を呼び寄せて政治の中枢に置いて行きます。クリスチャン2世は、シグブリッドを自身の顧問に据え、彼女の言いなりでした。これに宮廷の貴族たちは強く反発します。バルケンドルフは、デューベケ一家を宮廷から遠ざけるよう進言しましたが、クリスチャン2世はそれを拒否しました。誰も、クリスチャン2世に逆らうことはできません。そんなところに、あの痛い気な子羊が突いでくるのです。逃げてー、イザベルダンスル逃げてー。クリスチャン2世は、結婚に乗り気ではありませんでしたが、デンマークにとって、外交的にプラスとなる国との結びつきは、必要だと理解していました。1514年、神聖ローマ皇帝マクシミリアン1世の孫イザベルと、クリスチャン2世との結婚が決まります。デンマーク側は、姉であるエレオノールとの結婚を望んでいたが、彼女はすでにポルトガルに嫁ぐことに決まっていたため、それは叶わなかったんだ。だが、どうしてもデンマークとの姻戚関係を築きたかったマクシミリアン1世は、高額な持参金をつけ、13歳のイザベルを嫁がせることに成功したんだ。マクシミリアン1世逮捕。早い早い早い、片付けが早い。イサベルでアウストリアは、1501年5月18日、ブルゴーニャ公フィリップと、カスティーラ女王フアナとの間に生まれました。おのれフィリップ美好かっこ笑い。まだ続くんだねー。しかし夫の死のショックで、母フアナは精神を病んでしまい、子供たちは、おばであるネーデルランと総督、マルガレーテの下で養育されることとなります。イサベルは頭が良く、リュートやハープを弾きこなすなど、音楽の才能もありました。結婚が決まってからも、1年ほどはネーデルラントに留まっていたイザベルは、その間に、自分の夫となるクリスチャン2世の肖像画を見て、すっかり彼に恋をしてしまったと言います。そして周りの侍女に、早くデンマークに行きたいと、瞳を輝かせて語っていたのです。いやー、一番起きて欲しくないパターン来たぞこれ。なんでなの？ただのヒゲ面のおっさんなのになんでなの？人それぞれ、好みはあるからな。絶対肖像画持ってただろ。彼女のおば、ネーデルランと総督マルガレーテは、この結婚に反対でした。兄のカール公爵も同様だったと言います。クリスチャン2世の悪行は、ヨーロッパ各国でも噂となっており、さらに愛称であるデューベケとその母親が宮廷でのさばっていると知ると、ますます反対の声は高まります。しかしデンマークに訪れた際に、その豊かさを目の当たりにしたマクシミリアン1世は、噂を調査することもせず、強引にこの話を進めてしまいます。ですが兄のカールは、結婚のためには愛称デューベケの追放を求めるべきだと訴えました。ハプスブルク家側は、イザベルがデンマークに到着する前に、宮廷からデューベケを追放するよう王を説得せよと、デンマークの関係者に手紙で要請しました。しかし運悪くその手紙の内容が流出し、それがクリスチャン2世の耳に入ってしまったのです。クリスチャン2世は屈辱を感じ、デューベケの母シグブリッドも激怒しました。そしてこの件が、イザベルの印象を悪化させる原因となってしまうんだよ。いや逆切れじゃねえか。至極真っ当な要求よ。愛称を何とかしろは言われて当たり前やん。ここでデューベケと母を宮廷から遠ざけ、別宅に住まわせていれば何も問題はなかったんだがな。1515年、イザベルはデンマークに渡り、8月12日に、クリスチャン2世と挙式しました。しかし幼いイザベルへの配慮か、二人が初夜を完遂することはなかったと言います。よし。二人は一緒に同じベッドで横になっただけで、立ち会った司祭に、結婚の完了を宣言されたそうだよ。なぜ立ち会う？昔は結婚の完遂を見届けるしきたりがあったんだよ。やだ人が見てる。恥ずかしいから服着ちゃう。なんでお前がいるの？そしてなんで服脱いでるの？キャーなんて格好してるのスカル。エロ動画やと思われてチャンネル消されたらどうするつもりやバカタレが。え、何言ってんの？え、これ骨だよね。何言ってんの？イザベルはその愛らしさで、すぐにデンマークの人々の心をつかみました。ですがクリスチャン2世は彼女に対し冷淡で、夜にイザベルの部屋に訪れることもなく、彼は愛称のデューベケの元に入り浸っていました。イザベルの存在はほとんど無視され、王妃として正当な扱いをされなかったのです。公式の場でも、彼女は夫から冷遇されました。この異常とも言えるイザベルの冷遇は、マクシミリアン1世の耳にも入り、イザベルの兄カール公爵がデンマーク側に抗議しました。さらにデンマークに使節団を送り、デューベケたちを宮廷から追い出すよう、正式に要請を出します。しかしもう目的にデューベケを愛していたクリスチャン2世は、
決して彼女を手放そうとはしませんでした。それどころか、このことはクリスチャン2世をさらに激高させます。クリスチャン2世はネーデルラントから同行し、イサベルが信頼していた旅館長を国外追放にした上、秘書官までも解雇し、シグブリッドを旅館長に、そしてシグブリッドのいとこを秘書官に据えてしまいました。夫の愛称の家族に囲まれた宮廷での生活は、イザベルにとって地獄そのものでした。さて、こやつらちと痛めつけてやろうかのう。やっちゃってください、師匠。え？師匠？師匠なの？確かになんか優しい風貌で実は最強の達人って顔してる、これは強い。すやー。ただ眠いだけじゃねえか。師匠。この状況に業を煮やしたハプスブルク側は、結婚後に払うと約束した、残り半分の持参金の支払いを拒否します。こうしてクリスチャン2世のスキャンダルは、とうとう外交問題に発展してしまいました。デンマーク側はブルゴーニュに代表団を送り、持参金の支払いを要求しますが交渉は決裂します。するとデンマーク側は、ハプスブルク領からの船とその貨物を押収すると脅しました。ハプスブルク家側は名誉を侵害されたと猛抗議し、ますます二国の関係は険悪となっていったのです。ドゥーベケは母親と違い、政治に関わることはなく、目立つような行動もなかったと言います。公の場所に出ることも、ましてや自分が王妃のように振る舞うこともなく、イザベルをいじめたり、二人の間にいさかいがあったという記録もありません。こんなことになった原因である彼女は、貴族たちに憎まれていました。しかしどんなに責められても、ドゥーベケは、クリスチャン2世から離れることを拒み続けました。1516年3月頃に、クリスチャン2世は農場を購入するんだよ。そしてそこに建てられた館にドゥーベケとシグブリッドは引っ越したんだ。ああ、よかったやん。やっぱりその方がいいよ。これで丸く収まるんだから。で、その農園は王宮からどれくらい離れてんの？王宮から徒歩5分。ただの裏庭じゃねえか。1517年9月21日、ドゥーベケのもとに、クリスチャン2世の長身トーベンオックスから、高級な器に入ったチェリーが送られてきました。クリスチャン2世が信頼していた人物からの贈り物、ドゥーベケは、何の疑いも持たずにそのチェリーを食べ、そして、命を落としました。彼女の突然の死に、宮廷内は騒然となります。クリスチャン2世は反狂乱で、彼女は殺されたのだと叫びました。彼は犯人の捜索を命じ、トーベンオックスがドゥーベケに送ったチェリーを食べた後に、彼女が絶命したと報告を受けます。クリスチャン2世はろくな裁判も行うことなく、トーベンオックスを処刑しました。トーベンオックスが犯人かどうかははっきりとはしていない。だが、貴族たちと諸悪の根源であるドゥーベケを消すために協力した。また、マクシミリアン1世の使者から買収され、彼女に手を下したなど説はいろいろある。クリスチャン2世はドゥーベケを失ったことで、精神のバランスを崩していきます。ますます残虐性が増し、トーベンオックスに関係のあった数人の貴族を次々と斬首。裁判も行わないままの一方的な刑の執行に、貴族たちは憤りました。さらには、ドゥーベケが丸買いされたことでシグブリッドが王の後ろ盾を失い、宮廷から追放されると思っていた宮廷人たちの予想に反して、シグブリッドの権力が失われることはなく、変わらずその一族が宮廷を支配していました。このことが原因で、クリスチャン2世と貴族、聖職者たちが対立して行きます。クリスチャン2世はドゥーベケを失った孤独を、イザベルで埋めようとするかのように、彼女との関係を改善して行きます。あれだけないがしろにされ傷つけられたイザベルは、それでも優しく、夫を受け入れました。なんで受け入れる？そや王妃だからな。それが、愛なのさ。キャー。全部脱ぐなやバカタレが。いや肉も何もついとらんだろう。つかなんで骨格リアルになってるの？1518年、王太子ハンスが誕生。二人は5人の子供に恵まれますが、生まれた子供たちの養育は、ドゥーベケの母シグブリッドに任され、彼女の手から取り上げられたのです。だから言うたやないのよ。偉そうに言うな。怒られた、誰かにめっちゃ怒られたんだ。1520年、支配下にあったスウェーデンの反乱を鎮圧したクリスチャン2世は、独立派の貴族たちを捕らえ、ストックホルムの血翼と呼ばれる、大虐殺を行いました。1日でスウェーデン貴族600人が斬首され、処刑場の地面には、血の川が流れていたと言います。このことで、スウェーデン国民のクリスチャン2世への恨みは頂点に達し、
そして立ち上がったスウェーデンの人々は再び反乱を起こし、独立を勝ち取りました。1523年、クリスチャン2世は敗戦の責任を問われ、王位を剥奪されます。枢密院と反対勢力は、クリスチャン2世の叔父を、フレデリク1世として即位させました。クリスチャン2世は、一家でネーデルラントへ亡命します。イザベルと子供たちは、フレデリク1世からデンマーク宮廷に残るように説得されますが、イザベルは、王のいる場所が私のいるべき場所です、と言って、それを断ったのです。クリスチャン2世が廃位されると、シグブリッドの一族も失脚しました。彼女たちもネーデルラントに亡命しますが、1532年にブリュッセルで身柄を拘束され、裁判にかけられます。シグブリッドは、1520年に起きたストックホルムの虐殺の首謀者の一人だとして、斬首されたと言われています。イザベルは、夫の復位のために奔走しました。一家が困窮する中、クリスチャン2世は愛人を作り、イザベルは暴力を振るわれるなど凄惨な生活を送りますが、クリスチャン2世から離婚を言い渡されても、イザベルは決してそれを受け入れませんでした。ハプスブルク家はイザベルに、夫と離れて子供たちと共に実家に帰るように説得します。しかしイザベルは、頑として夫と別れることを拒みました。子供の物さえ売り払い、子供を飢えさせても、イザベルは夫のために金策に走ります。見かねたオバマルガレーテは、子供たちを引き取り、イザベルから引き離します。そしてイザベルに、子供と共にネーデルラントに帰るよう、再度促しました。しかし彼女は、この後に及んでも夫と別れることを嫌がり、そして、一人残されたのです。1525年1月18日、イザベルは極貧と孤独の中、23歳で逝去しました。なぜ彼女はそこまでして、クリスチャン2世に尽くしたのか。一種の洗脳状態だった、妻は夫に付き従う者という神の教えに忠実に生きた。王妃としての義務と責任を果たすことを、自分に課していた。この人には、私がついていないといけないという、自己犠牲。神の教えや、王妃の教示だとしても、イザベルは母親です。どうして彼女は、母として、子供たちと共に生きることを選ばなかったのか。これはあくまで、私の勝手な意見ですが、イザベルは生涯、ドゥーベ家の幻に囚われていたのではないでしょうか。肖像画に恋をし、恋した人と結婚できた幸福な夢から、すべてを踏みにじられた現実に、泣き続けていた日々。王妃であり続けることが、彼女に勝ち、自分の誇りを守ることのできる唯一のものだった。そして、やっと彼女が消えて、この腕に夫を抱きしめたとき、イザベルは、これで悪夢は終わったのだと、心のどこかで、歓喜していたのではないでしょうか。しかし彼女は、ドゥーベ家の呪縛から、逃れることができなかった。妻であることにどんなにしがみついても、夫は離れて行き、また彼女に奪われたくない、イザベルは無意識に、その恐怖に震えて、母フアナのように、夫への愛に囚われたまま、逃げることもできなかった。ドゥーベ家は、何一つ望まず。ただ、ずっとクリスチャン2世のそばにいるだけで、満足な女性でした。決して、自分を特別だなんて思っていなかった。でもドゥーベ家は考えもしなかったでしょう。自分の影に生涯怯え、その心を、命までも削りながら、やっと取り戻した夫のために生き、そして、壊れていった、哀れな姫君がいたことを、クリスチャン2世と、イザベルの兄カール5世の関係は、相当険悪だったらしい。でしょうね。マクシミリアン1世は1519年に崩御するんだが、後を継いだカール5世は、何度クリスチャン2世側が持参金を要求しても、妹の持参金を渡さなかったそうだ。クリスチャン2世は1532年に、ようやくイザベルの持参金をカール5世から受け取り、妹もう亡くなっとるやん。もうくれくれずーっと言われ続けて、いい加減うんざりしたんだろうな。クリスチャン2世は再起を図るため、それを元にノルウェーを侵攻した。しかし結局捕らえられ幽閉された後、1559年に逝去したんだよ。ドゥーベ家が生きてたら、どうなっていたかな。クリスチャンが追放された時、彼はドゥーベ家だけを連れて行ったと思うし。でもそこでやっとイザベルは目を覚まし、子供を連れて実家に帰っていたかも。さあ、それはわからん。あのおっさんが一回イザベルに期待持たせたからあかんのよ。関係回復したっていいだろうが妻なんだから。
でも、もしドゥーベケだけを連れて行っても、イザベルは諦めへんやろうな。なんせフアナの娘やし、きっと意地でもついて行ったで。それはそれで修羅場だな。それでは、ご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。チャンネル登録していただけると嬉しいです。